ちは。デモクラシータイムス新沖縄通信の時間です。今日は2017年5月号をお届けいたします。お相手はいつもの増見紗恵子と、デモクラシータイムスからは鈴木光です。今日もよろしくお願いします。そして沖縄タイムス東京支社からは報道部長の西江翔吾さんです。よろしくお願いします。いや、5月といえばやっぱり沖縄では復帰の日ですか。そうですね、15日、本土復帰の日ですね。45年目になりました。45年になりますか。1972年でしたよね、はいはい、なんだけど一番大きなニュースはこれです。比嘉大吾選手、盛り上がってるんでしょ。地元はもう大盛り上がりですね。あ、なんていうと25年ぶりの世界チャンピオンですから。25年ぶり、はい、平中の月。そうですね、平中さんの月です、ね。でも沖縄ってすごくチャンピオンたくさん出てたと思ってたんだけど、というようなイメージはありますけどね。1970年代80年代にかなりいらっしゃったんですけど、うん、それから途絶えてましたね。まあそれの、ね、走りといえば、どうしても具志堅さん、はい、具志堅用高さんですよね、うん。でまあ、今だとね、いろんなテレビのバラエティ番組なんか出てきて、うん、面白いこと言っちゃうおじさんみたいになってますけども、これはもう本当に、沖縄ではね、はい、すごいそのもう県民の英雄ですね。そうですね、レジェンドですね。どうしてまだだから、あれですね、米軍復帰前からで復帰になって、なかなか沖縄が劣等感を持ってる時代に、その沖縄の星という形で世界チャンピオンになって、で県民の誇りをこう、なんでしょう、鼓舞してくれた、鼓舞してくれたっていう、そういう存在ですね。でもこの後は上原さんとか、上原さんですよね、何人も出てますよね。その後が平中さんか、平中さん、まあ、浜田さんとか、トモリさんとかいらっしゃいますけど、ともりね、はい、なるほどね。盛り上がった結果、何かご予定は。盛り上がった結果、まあ、タイムスも含めてこの特別栄誉賞をあげることも決まりましたし、小長知事も、県民栄誉賞に値するというようなお話もされてますから、あ、まだ決定ではない。まあ、具志堅さんみたいに、この偉大なチャンピオンにこれからなっていくかもしれないので、いつ上げるかはこの様子を見ながら、あんまり早く上げちゃうと上げるものなくなっちゃうってことね。まあ何回かね、防衛してもらわないと、ね、そうですね、しぼんじゃうから、あと今月は実は旧石器時代の人骨、お墓の跡が見つかったっていう大きな話題も後でご紹介いたします。はい、東京の方も静かかなと思っていたらそうでもなくて、高さんも参加した集会があったんですよね。はい、山城博司さんを、まあ、と語ろうというね、やっと釈放されてから、まあ、山城さんは現実にはもうゲートの前には今行けない状態なんでしょ。そうですね、接触がまだ裁判が続いていて保釈中で、保釈の条件でこういう人と接触しちゃいけないっていうのがどうもついてるらしいですよね。それが10人いるんだそうですよ。それで、まあ、ゲート前に行けば当然そういう人と接触するわけですから、まあ、行けないということで、ただこういうふうに東京とかね、いろんなところ行って話するっていうことには、まあ、制限はないわけなんで、ただね、2日しか宿泊しちゃいけないんですって。そういう条件がついてて、3日以上は旅をしてはいけないと。だから2日経ったら戻らなきゃいけないね、沖縄へ。大変ね、だからなかなかね、いろんなところへは確かにいらっしゃってますけど、すごいスケジュール的にはきついらしいですね。今度なんかジュネーブに行くっていう話、それはありましたね、国連で訴えをすると、まあ、国連の方からも長期の拘束について問題を提起されているということなので、行かれるかもしれないですね。デビッド・ケイさんでしたっけ、国連 の、 特別報道者っていう人がね、今回のその山城さんの交流、長期間にわたる、ほぼ半年ですからね、にわたる交流っていうのはもう人権的に非常に違反するものではないかということで、そういう報告書を出したと
ということで、うん、やはり日本のその今回別の県でもね、うん、あの特別保護区、共謀罪の関係で、うん、あのプライバシーの問題を取り上げている、はい、特別報告者がそういう話出てますよ、ね、はい、でもまあ政府の方は国連法の特別報告者が何を言うかみたいなことを言ってますよね、うん、でもそうなっちゃうともうあの国連の言うことも聞かないっていう話になると、もうやっぱり日本って一体その国連第一主義ってね、うん、ずっと言い続けてきた、昔は言ってましたが、それがおかしくなってると、自分の言うことを聞かないやつはやっぱり許せないっていうのが今の安倍さ内閣のね姿勢ですから、それはその山城さんに関しても出てるんじゃないかと。難しいわね、2日でジュネーブまで往復するわけ、それは無理でしょう、ね、それはそういう別のあれが出るんじゃないですか、うん、許可が、ということで、はい、これに関してはあのデモクラシータイムスの YouTube のチャンネルで、2回に分けて、はい、あの集会全体を特集しておりますので、うん、よかったらそちらをご覧ください。山城さん の, あの話がすごく面白いですよ。そうらしいですね、うん、すごい人気だと言っていました。ということで、駆け足ですが5月の沖縄を今日は先に復習しようと思います、はい、ドロンコです。これ何ですか？田んぼフェスティバル。田んぼですね、好きだね、こう泥だらけになるの、パントゥーといい、で次はあの実は5月3日の憲法記念日と関係があると思うんですけれども、うん、これ沖縄タイムズさんの方で知ったんですか？はい、あの各市町村長にアンケートを取りました、うん、やっぱりあの、ね、沖縄戦を体験している土地柄というのもありますので、うん、やっぱり救助は必要ないという方が関数占めておりますね。どうなんですか、沖縄は11市があって、そのうち、まあ、尾長さんの方を支持している、うん、あるいは、まあ、要するに辺野古移設に反対している人は2市長しかいないですよね、あの市の中ではですね、市の中ではね、うん、そういうところから言うと、その残りの旧市長っていうのは、旧情改定についてはどうなんですか、うん、まあ、この今回の回答で言いますと、まあ、必要という方も いらっしゃいますし、うん、無回答、回答していない方も おられますね、うん、なるほどね、まあ、だから全体に年代層とか上の方たちはやっぱり旧情の改定には反対、そうですね、否定的という方が、うん、首長の間で多いという結果が出ています。次ですが、首里城ですけど、18年度から県の運営に、これかねてからあの県の方に運営を移管してくれと、今現在国がやってるんですけれども、うん、という要望があって、それがいよいよ実現しますというお話ですね、うん、どうやって活用するんですか、ね、なんか変わるんですか、うん、まだその具体的なイメージっていうのはこれからだと思うんですけれども、うん、やはりあの首里城 あの復元もいよいよ完成しますんで、うん、元部長の美ら海水族館などと連携して、うん、より多く観光客をこう招こうじゃないかという、うん、そういう戦略的な狙いがあると思いますけど、まあ、城壁っていうかね、 あれが非常に綺麗に復元できましたよね、うん、ここのところね、うん、そうですね、いやでもどういうふうにするの、なんか建物だけできても、うん、こう滞在して楽しむっていう何か中身がないと難しいですね、その戦略性が問われてくると思いますけどね、うん、そうですよね。で次ですが、大雨で増水して水難事故も起きました、うん、ね、沖縄もあの梅雨入りしてるんですけれども、うん、やはりこの大雨で、その水難事故っていうのが結構多発しまして、うん、これその後日談ですけれども、この例のヤンバルの森のところにある田中グア、うん、ムクムイっていう、うん、これ滝壺、そうですね、ですよね、で、時々人が落ちる、今回も米兵の人が落ちて亡くなってるんですよね、結構ね、すごいところにあるんですよ、これ。あ、行ったことあります。僕はね、途中で諦めました。なんで怖いんですよ、うん、ものすごく険しいところにあって、うん、ここから行けばっていうのは分かったんだけど、ちょっと行けるかな、どうかって感じで途中で僕は諦めました、うん、あとはこちらの、うん、そっちは僕が行ったことないけど、これはどうなの、沖縄は川が短いから急に増水するとかそういうことがあるんですか。そうです、まあ、集中豪雨っていうか、うん、局地的な雨っていうのも最近増えてますし、まあ、一気にこう川の水がどんどんどん押し寄せるっていう特徴もありますんで、うん、まあそういうスリルがまた一つは欲しいのかもしれないけどね、うん、これはまあ観光にかけるとするといろいろ出てくる問題ですね。で次もスポーツですが、強いぞキングス、ね、一応4強に入ったんですよね、
そうです。最終的には栃木が優勝したんだけど、これキングスっていうのはいわゆるなんていうの、大きな企業が持ってるチームじゃなくて、もともと琉球としてこうあったクラブチームなんですね、まあ、沖縄のチームですね、で、BJ リーグっていうのを去年までやって、2つ分かれていて、それは統合されたんだよね。で、BJ リーグ自体はもうかなり強くて、何度も優勝してたんですけれども、今回統合して B リーグでは どうなのかと、その向こう側のリーグが非常に強いっていう下馬評がありましたから、強豪相手にどうかっていうふうに言われてたんですけど、まあでもきちんとプレーオフまで進んで、なんか応援してる人がさ、すごいな、髪の毛にバッなカツラみたいなのかも熱狂的に応援してるけど、あれは売りなんですか？まあやっぱり沖縄バスケ人気がね、伝統的に強いところですから、人気があるってのはどういうの？街中でみんながバスケをする？そんなことはないけどね。まあでもあのストリートバスケしてる方もいますし、ありましたね。いや、僕が旅してて、あるホテルの前に行ったら、すごいキングス、キングスでっかい看板が立ってて、なんだろうなと思ったらバスケットだったっていうね、そのぐらいの人気ですよね。動員力もすごいし、というので、なんかこの次以降のリーグにも希望が持てる状況でしたと思いますね。はい。で、全然話は変わりますが、あの例のウルマの女性の殺された事件後の対策として、政府が防犯カメラを設置するということになっているんですよね。で、急遽対策として打ち出して、交付金も交付されてるんですけど、市町村に交付されてるんですけども、じゃあ実際、じゃあ、取り付けた後、どうなのかと、地元の動きはどうなんでしょうかっていうのを調べるとですね、その住民の合意が全然取られてないと、条例などの整理もこれからということで、その地元対策という形で、言ってるけれども、どうなんでしょうかと。それは心配してるのはプライバシーってこと？プライバシーもそうですし、じゃあこの撮った画像をどう管理するか、どこでどう管理するか、どう活用するかっていうところもなかなか決まってないという、例えば東京なんかにはものすごい監視カメラいっぱいあるでしょ、で割と慣れっこになっちゃってるわけ、しかも例えばコンビニなんか全部ついてますから、そこでこう撮られるってことにある種の慣れがもう東京大都会の場合はあるんだけど、沖縄ってそういうことが今までなかったわけだから、それに対してちょっとしたなんていうの、抵抗感、あるのは僕はよくわかりますね。でも政府の方は例えば今度のベトナム人の女の子の殺害事件もそうだけど、こう報道で出てくるのは防犯カメラがあったためにいろいろ追跡をして事件解決につながったっていうふうになってるでしょ。そういう感覚は沖縄の場合は特別ない？もちろん、いや、メリットも あるんでしょうけれども、デメリットも同時にありますので、その辺のやっぱケアもしっかり同時にしないといけないんじゃないかということだと思いますね。はい、次ですが、こう見ると見たで美しいような気もしますが、嘉手納で夜間降下訓練が行われました。ね、これやらないっていう約束があったはずだよね。そうなんですね。嘉手納基地では基本やりませんと、やるんでしたら家島でという話だったんです。これは4月、先月もお伝えしました。この時は昼でございましたが、今度は夜もやりました。で、見たらこの鎖国行為って例の辺野古が始まる元になった合意でもあるんですけども、そこにはこうパラシュート訓練は伊江島でやるという移管するっていう話があって、このあと、あれですね、日米、合同委員会、合同委員会でも確認されているので、両国間でもルールが確立されているわけなんですけど、尻抜け、形骸化しているということですね。で、この時はこの4月の時は確か米軍の言い訳は伊江島が悪天候だったためにこっちでやった、でもあの時伊江島は晴天だったっていうのが後でバレちゃうんですね。そうなんですね。で、米軍のその合意っていう中でも、なんか練度を上げるために必要だったらやれるような条項になっていて、結局約束も尻抜けになってるということでした。で、江さんは懐かしい平和行進ですね。まあ懐かしいっていうか、僕はこれには参加してませんけど、この前後に行った時にやっぱり始まるなとか始まってるなっていうのは
ありましたね。でやっぱり、うん、あの沖縄の人たちにとって特別なんですよね、5月15日っていうのはね、その日に向けて続々といろんなところからこう平和行進をしてくるという。これ具体的には3355みんなが参加するんですか？これコースが事前に決まってまして、はいはい、出発地点があって、うん、で3つぐらいのコースに分かれて、うん、こう2日間ぐらいかけて歩いて最後あのゴールにみんなまた集まるっていうものなんですけど、最近はあの県外から来られてる方も多くて、うん、歩く中でいろんな方と話をして、うん、沖縄戦のことを認識を深めるという、うん、そういう機会になってますね。ウォークラリーみたいですね、うん、で、大荒れの梅雨入りとなりました。梅雨は早いけど明けるのも早い。明けるのも早いです。もう来月にはもう明けてますから。そこはすごいですよね。でこっちも優作さん、そう、日本プロ初 宮里ファミリーの次男ですね。次男、はい、これゴルフも盛んですよね。ゴルフも盛んですね。次行きましょうか。はい、5月14日、うん、セダカ2200人。こっちはあの、復帰の前夜祭みたいな、ね、前夜祭で、まあ、あの辺野古のちょうど向かい側にある、うん、対岸にある瀬岳というところで、うん、集会を開いたという。で次ですが、うん、で実際にその返還っていうか復帰した日に合わせて、うんうん、ちょっと沖縄の方たちの調査をしたものがあって県民意識調査を、うん、まあ、タイムスと朝日新聞と、うん、あと QAB と、うん、合同で、やりました。やっぱり基地問題にこう3分の1は基地問題が大事だというふうに、うん、そうですね。いろんなあのテーマがあるんですけど、やはり基地問題が一番の最重要課題だという結果になっていますね、うん、基地問題のどういうあたりが最重要課題なの？うん、まあ、やっぱりあのこのグラフにもある、左のグラフにもあるように、うん、基地が依然として集中していると、うん、それはもう沖縄差別じゃないかという、うん、そういうやっぱり思いがこう増しているってことですね、うん、それは絶望にはならない。絶望、うーん、まあでもかなりあの思いは強くなっていると思うんですよね、うん、45年前のあの復帰の、うん、まあ、理念というのは、うん、米軍基地をなくしてほしい、うん、本土並みに減らしてほしいという、うん、そういう願いがあったわけなんですけれども、ね、うん、じゃあいざ45年経ってどうなのかというのを見ると、うん、なかなかその通りにはいってませんねというところですよね。結局あの本土にあった米軍基地を本土の側 その反対運動が激しくなったおかげでどんどんその沖縄へ ね移してきちゃったわけですね、うん、それが沖縄にこう基地が米軍基地が集中する原因になってるわけだけど、うん、そこから先が全然進まない、うん、つまり沖縄へ移したのはいいけど、うん、じゃあそこをまたあのアメリカへ引き取ってもらうとか、うん、海外へ行くとかっていうことの、うん、そのワンステップだったらまだ分かるんだけど、そのステップがそのまんま残っちゃってるから、うん、どうしてもやっぱり沖縄、ね、この前少し返されたけども、それでも 70% 米軍の基地の 70% 以上はまだ沖縄に集中してるわけですから、うん、これはやっぱりどうしたって解決しなきゃいけない問題ですよね、うん、ここを解決しないとなかなか県の発展にもつながらないというところはあるよね、うんうん、次です、もう消えてしまったかと思いましたがディズニーホテル計画が実は粛々と、うんうん、続いていました。皆さんお忘れかもしれませんが、実はあのディズニーのホテルが沖縄に来るというのは宜野湾の市長選挙の時に突然菅さんが言い出してました。で、宜野湾の市長選挙というのは宜野湾の中に普天間基地があるわけですから、これを辺野古に移転することについて市長がどういうかというような問題もあり、非常に微妙な官邸対尾長さんという対立があった時でした。でたくさん経済的にこういうことがありますよというのを官邸の方が言ったんですけど、その中にディズニーが進出してくるという夢物語があったんです、うん、まあ、ね、まあ、そ政府も支援してるんですけども、うん、一義的にはディズニーがきちんとこう採算が取れると、
必要があるっていう判断がしない限り、うん、いくら政府が支援しても申請してこないと思いますので、うん、まあ、そのあたりのこのシビアな計算をどう見てるかっていう。なるほどね。しかもこれキャンプ付けられないっていうところでどうなんですかね。僕よくわからないんで、まずコリ島地区というところが返還されてこないと前提がないんですよね、うん、これも2024年度以降っていう、うん、ことです。以降でしょ、までに返還じゃない。それだってほら、そこがもしね、あの便器ってのはよくあるんだけど、汚染地されてる場合が非常に大きいでしょ、うん、その汚染が本当に大丈夫なのかどうかってことだって、あれ対策しなきゃいけないわけだから、これは僕はやっぱりそのディズニーのホテルっていうのもかなり夢物語だと思いますけどね。まあホテルが足りないのは確かなので、採算が取れると思われればもしかしたらやってくるかもしれませんね。次はまたあの例の石垣島の陸自の配備の話ですが、はい、防衛省がとうとう配置図を住民に提示したということです、はい、これはどうなんですか。これはですね、あのお隣の宮古島でも、うん、あの陸自の配備っていうのが進んでいて、はい、あそこでは結構あの配備をめぐって揉めてるというか、うん、反対運動も ね反対運動もありますし、計画が修正されたりしてるんで、うん、そういうことにならないように事前にこうきちんと提示しようというのが防衛省の考え方ではあるんですけど、うん、こうやって見ると弾薬庫とか、うん、弾薬庫もあるよね、訓練場以外にも、ね、うん、これ何ができると思ったらいいんですか。これはもうあの実戦部隊が来るということですね。実戦部隊、訓練じゃないんですよね。実戦のための訓練はしますけど、実際にここが前線になる。まあ、そうですね、実戦部隊がここに配備されるという、まあ、与那国島は警戒監視、うん、ですね、ですけども、ここはもうあの実戦配備、実戦配備だ、訓練場もここにありますよね、うん、実戦って何するんですか。まあ、そこはなかなか、じゃここに来てじゃ何をするのかっていうところが、しかも、石垣島も、これ訓練場って意外と市街地に近くない、で農道のすぐ脇だし、結構これ危ないと思いますもんね。なるほどね。地元はどうなんですか。地元はですね、もちろん根強い反対運動もあるんですが、うん、市長は割とこう、うん、熱心だしね、理解を示しているので、それは人口増が望まれるとかそういうこともあるんですか。人口増もあります、まあ、尖閣を抱えてますから石垣市っていうのは、ね、尖閣のいわゆる対処という意味合いで、うん、陸自にいてほしいというところもあるんですよね。次はあのほのぼの話題です。ほのぼのしないんだ、ごめんなさい、沖縄絶滅危惧種154種に増えました。こちらは可愛らしいヤンバルクイナですが、やたらに交通事故に遭う話がちょっと、あのね、平気でね、道路に出てきちゃうんですよ。あ、そう、うん、僕も見ました。で、僕は互いの高井に行った時、高井の座り込みやってるところへ取材に行ったんだけど、その脇を歩いてました。なるほど、うん、で車で行ったわけだから危ないですよね、車。他のものということで出していただいたのが琉球イノシシです。琉球イノシシ、これもね、あれでしょ、固有種でしょ。固有種です、うん、というようなものもいろいろあって、でもこれから観光に力を入れていろいろ人が来ると、うん、なかなか維持するのは難しいですよね。で、これ地味なニュースなんですが、与那国に通信制の高校を作ろうというので実証実験を始めることになりました。これはどういう、これはですね、沖縄の、まあ、離島いろいろあるんですけど、やっぱ高校がないんですよね。ないので中学卒業したらみんな15の春っていうことで、沖縄本島とか県外に出てくるっていうことがあるんですけど、そこに高校があれば、島にその残って、離れずに済むんじゃないかという狙いですね。だから琉球大学と結んで、IT、ICT ですね、情報通信技術、まあ、これも政府もかなり力入れてますので、そことこうミックスして、放送大学みたいなもんと、まあ、振興策の一環でもあると思うんですけど、ね、ということで実証実験が始まります、次、これ大きいニュースとなりましたが、旧石器時代の墓域、なんと読むんでしょうか。白穂サオネタバル遺跡って、国内で初確認。こう字面を見ただけでも19体風葬か、世界最大級ですね。うん、
まあ、お墓があのこれだけ見つかるっていうのがかなりまず珍しいと、うん、きちんとした状態でですね、うん、珍しいということと、いろいろ、同僚の記者に確認するとですね、これまではこう年代測定も、うん、この骨そのものというよりも周りにある遺留物とか地層などで大体これは何年頃のものだろうというのが推測されてきたらしいんですけど、今回このきれいな状態で保存されているので、うんうん、骨のこの中に残っていたコラーゲンを分析してそこからきちんとじゃあ何万年前ですねっていうのが証明されたそうなんだ。へえ、そういう意味でも珍しいということですね。風葬っていうのは要するに、埋葬するんじゃなくてそこにこう寝かせ て、うん、て寝かせて、まあ、そこで、まあ、あのお弔いをするってことするということですね。まあ、沖縄です、まあ、この白穂もそうですし、あの港川源氏、うん、はい、山下道人とかです、ね、うん、割とこう年代の古い、うん、あの遺跡っていうのがいろいろあるんですが、これもあの沖縄の特徴で、沖縄石灰岩層が、ね、はい、なので、アルカリ性だと、うん、残りやすい、ね、だけどあの県外はあの黒土なんでこれはこう酸性だと、骨を溶かすのがあるんで、県外だとなかなか残りにくいものが沖縄だとアルカリ性な土壌がアルカリ性なので、残りやすいというふうにも言われてるっていう、なるほどね。これは夏休みとか見に行けるんですか？これはですね、あの一般公開されてたんですけど終わっちゃった、ね、これからまだやるかどうかはちょっとこれは、リクエストがあればもしかしたら公開するかもしれないですね。でも新石垣空港の脇、空港の中なんですね、中、うん、敷地の中なんですよね。なんだそうです。何かの機会があったらぜひぜひ見に行ってください。これは先ほどのチャンピオンの誕生、うん、なかなか痛そうなんだけど痛そう、ね、はい。で、5月の24日は辺野古の護岸工事の着手から1ヶ月、うん、今どうなってるかなと思いかもしれません。この状態です。これを進んだと言うべきか、こんなものかと言うべきかでありますが、ちょっと復習すると、これが辺野古ですね。で、ここに作ろうとしていると、飛行場の代替施設を。うん、それで、護岸工事、4月の護岸工事に着手したの。ここですか？ここです。京急護岸という。そういうところですね。で、着手って何だったかって先月思い出してみると、これでした。このボタボタボタと。5つ落としたところで着手でございまして、うん、その後1ヶ月でどのように進んだかというと、よ一番最初の写真だね、うんうん、これですね、ちょっと進んできました、うん、こっちが立ち入り、そうですね、制限区域 の、 あのフロートですね、フロートです、うん、でこういう感じ。しかしこれを何伸ばすんですか？どんどん伸ばしていくんですね。これを伸ばしていってこうなるんです。伸ばしてこうぐるーっとこう囲むような感じにするという、はあ、まず先にこうここをこう囲んで、うん、そう、でその後に中にこう土砂を入れるという。で今、はあ、その国が事前協議終了と主張している護岸っていうのが赤いところであるんですが、うんうん、まあ最初はそこから始めるのかなと、うん、かなというふうに言われていますね、というふうに言われていますね、うんうん、で、まあ、心配していらっしゃる方はこれはその後どうなるんだということだったと思いますが、実は4月にお伝えした時にこの後こんな風になるのかなってね、5月に工事の差し止め訴訟が起こるかということだったんですが、これは全然終わってない。現状はあの表立って動きはないですね。でも地元では何かしろっていう声も強いんでしょ。そうなんです、ね、やっぱりこう埋め立て承認の撤回を早くすべきじゃないかという声はあるんですけれども、沖縄県は、まあ、撤回をするよりもまずこの差し止め訴訟を先にやるんだというふうに言ってるんですが、その、まあ、時期的なものはまだ未定ということですね。まだ未定なの？その間に粛々とする、まあ、ああいう感じでこうどん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 護岸ができていくわけなんですけど、やはりあの訴訟をするにも撤回をするにもやっぱこの根拠がないとなかなかできませんので、その根拠を見定めているという。なるほどね。これ差し止め訴訟をするための根拠としては、その今の工事の結果、岩礁破砕されていると、ね、ここですね、うん、いうことを確認しないとこの先進まないから、そうなんです、ね、この辺が進んでないってことですかね。でどうなんですか、こうな
やっぱりこう地元で反対してる人なんかイライラするわけでしょ。イライラするわけですよ、うん、実は工事進んでるわけですからね、うん、あの進み度合いはいろいろ見方ありますけども、うん、まあ、あの進んでることには間違いないと、うん、海にこう石材が、うん、あの購入されてるわけですから、ね、うん、まあ、そことの、まあ、あのジレンマといいますか、ね、それは確かにありますよね。これはまあこの後もずっと続けて見ていきたいんですが、うん、そしてもう一つ大きなニュース、もう一つもスポーツなんですが、宮里藍さんが引退、うん、また号外出したよねでも結構これ突然でしたね。そうですね、今日あの収録しているのは5月の29日なんですけど、うん、今日記者会見したんですよね。あの都内のホテルで、うん、引退の記者会見がありまして、私も昼間行ってきたんですけど、うんうん、どうですか。まあ、引退の意思自体は去年の夏頃から考えて、うん、であのご家族であるとか、うん、あの選手仲間には伝えてたらしいんですけれども、うん、やなかなかのモチベーションを保つのが難しいと、うん、いうことをおっしゃってましたね。だから愛ちゃんは予選に出ることに価値がある選手ではなくて、うん、やっぱりこうトップを争わないと意味がないんだみたいな、ね、おいくつでしたっけ。31歳ですね。まだでも若いよ ね引退っていうね、うんうん、こっちがあの宮里、有名な宮里ファミリーですね、うん、これまでの優作さんが勝った時の記念写真ですね。どうですか、記者として見てこの背景にあるものは何か、うん、これあのこれ愛さんがこれご本人が話言ってたんですけども、うんうん、2010年頃ですかね、非常にあのアメリカのツアーで 何回も勝って、うんうんうん、自分の中で一番調子がいいと、うん、選手としてピークが来てるっていう時でさえも、うん、メジャーに勝てなかったと、うん、全米女子オープンなどに勝てなかったっていうところがあって、じゃあそこで自分の選手としてピークなのに勝てなかったら、じゃあこの先どうすればいいんだろうっていうところから、うん、少しずつこうスランプといいますか、うん、心の 中で迷いが生まれてきたというふうに言ってましたね、うんうん、おめでたい話じゃないの。まあでもトップまで上り詰めてますからね、うん、選手としてはいつあってもおかしくはない、ね、とにかくランキング世界1位になったのは彼女以外日本人ではいないわけだからね、うん、どうなの地元の受け止めは。いや、 やっぱりこのね、あの具志堅用高さんも県民に夢を与えたっていうふうに位置づけたんですけど、やっぱ宮里藍さんも同じような存在ですよね。うん、やっぱ大きい、大きいですね、やっぱ自信を与えたっていうか夢を、うん、そうです。しかもね、この子小さいんだよね。そう、150ぐらいしかないんで、うん、確かそのぐらいしかないんです。それがもう1メートル80とか90とかっていう、あの外国人選手に打ち負かしてきたわけだから、うん、やっぱりそういう意味でもね、うん、でも英雄ですよね。あれですね、後に続いている女子のゴルファーは結構いますよね、うん、だからあの沖縄だけじゃなくて、うん、日本のね、日本全体で今若い女子プロゴルファーたくさんいらっしゃいますけど、その先鞭をつけたっていう存在ですね、うん、なんかあるのかな次が5月27日県民集会、辺野古のシュアムのゲート前で約2000人が集まりました、うん、土曜日でしたよね、うん、これはどうでした。これも護岸工事着手1ヶ月に合わせて、うん、まあ、抗議の意思を示そうということですね。熱気は消えてない。いや、まだまだ消えてないですよ。なんかバスが毎日運行されてるという話ですよね、うんうん、どこからどこまで。まあ、那覇から辺野古まで、うん、まあ、それ以外のところからでも、うん、毎日辺野古に。そうすると東京から行きたいと言っても、うん、まあ、那覇まで行って、うん、バスに乗れば現地に行けると、うん、なんで、まあ、護岸工事が続いて、まあ、あの政府からすると諦め、ムードっていうのを作ろうとしてるんですけれども、うん、いやいや、まだまだ、止められるという、うんうん、いや、何回も言いますけどね、うん、あの辺野古って本当に辺鄙なところなんですよ、うん、でそこに2000人集まるってのはやっぱすごいですよね、うん、そうね。私はそれと沖縄ってこう言ってはなんだけど、日本の中で唯一自分たちで主権を取り戻したっていう、うん、そういう土地柄だと思うのね、うん、だって米軍の施政下でその本土復帰を求めるっていうこと自体がものすごく大変で、うん、ほとんどもうそういうことは実現しないんじゃないかと思われるような時でもああやって続けてきたわけでしょ、うん、やっぱりその底力っていうのはまだすごくあるなと思う、うん、それはだから徹底的な非暴力
の抵抗運動ですからね、これやっぱり僕はそんなに簡単には挫折しないと思いますね。で非暴力、不服従、で直接行動というのが、大きな考え方ですからね。そう、不思議ね、これ何十年か前だったら必ず全員ヘルメットをかぶっているからそうではない普通の市民だっていうところがすごいなと思いました、というので大体ここまでで5月の沖縄なんですが、ちょっと時間がないけどちゃんとやろうね、復帰から45年経ちました、沖縄は何が変わったのでしょうかということを考えたいと思います。沖縄ってこんなに広い県です、というかこれ大変ですよね、この距離を収めるって言っちゃおかしいですけど、やっぱり離島をたくさん抱えてるっていうのは苦労が多い、それはやっぱりこうそうですね、島嶼県ならではの、移動するだけでもやっぱ大変ですからね、そうですよね、この鹿児島の方とだったら割と近いですけど、こっちから行くともう台湾の方が目の先っていうか、目と鼻の先ですよね、だから本島の一番北にある辺戸岬っていうところがあるんですけども、復帰運動の時にそこでかがり火っていうか松明を燃やすんですよ、そうすると与論島でもそれにこうして松明燃やす、でそれがお互いに宮田って言いますから、多分今でも、ライト灯せば夜だったら見えるんじゃないですかね、だけどこっちはずっと遠くまであるっていう、こういう状況で、先ほどちょっと甲さんが話をしてましたけれども、なんでこんなに沖縄にその基地がね集中してきたかっていうのは、まあ本土の方にも責任があるって言いますかね、サンフランシスコ講和条約が結ばれて沖縄は切り離されて米軍の施政下に入りました。でその間日本の方は本土の方は独立して、その中でその米軍基地反対運動もすごく盛んになって、そこから本土から撤退しなきゃいけなくなった米軍がその沖縄に集中してくるという時期があったってことですよね。もともと米軍基地は本土にあったんですよね、海兵隊も含めて。そうですよね、それが、本土で先ほどの辺野古の前での抗議行動がありましたけど、ああいう反対運動が起きて、それで、撤退してその行き先が沖縄になったということなので、もともとは沖縄になかった部隊なんですよ ね、 ですよね。これだけあった米軍陸上部隊が撤退して、基地の大幅削減をして、本土の方はどんどん減っていく、だけど沖縄の方にはどんどん増えていく、で本土の方で基地を占めるということになると、じゃあそれを引き取るところっていうと米軍施政下の沖縄が一番楽だったっ、そうです、当時はもう米軍の不隷不国というか、掛け声一つでも土地が強制収容されるわけですから、それがブルドーザーと銃剣っていうのね、これもデモクラシータイムズのチャンネルの方で見ていただくと、沖縄を知るための短い番組の中で使った図なんですけども、要するに沖縄の基地っていうのは米軍が沖縄に上陸していた頃、最初の頃は占領しているということで、自由に基地を建設していました。で、次に講和条約ができてですね、一応日本は独立したわけですよ。そうすると占領してるわけじゃないから戦時法でもなかろうと、なんとかしなきゃいけないというので、一生懸命ここら辺説明するとすごく面白いんですけど、面白いと言って失礼ですが、アメリカの方は一生懸命契約の状態にしようとするんですが、頑として沖縄の方が応じないということが続いて、しかし基地はいるから銃剣とブルドーザーでボボボボンとこう行ってしまったり、一括払いですごく安い値段で長いこと借りるよっていう方針を提起すると、県民の方は立法院で4原則を作って抵抗するということになり、さらにそれを追認するようなプライス勧告が出た時には、これは島ぐるみ闘争というので、一つもタイトも渡さないというような闘争が行われました。でここは沖縄県民としては相手は米軍だったんです。そうですね、ところが本土復帰しました。ただどうなったかっていうと、今度は日本政府が相手になってしまった。ここが悲しいなと思うんですが、日本政府の方が基地をアメリカ
国に提供するということになり、日本自体が強制使用をしたり使用期限を延期したり特措法を作ったりというので現在に至った、こういうことですよね。そうですね、どうなんですかこの先まあ、これがあの復帰の時の返還協定の骨子ではあるんですけれども、まあだからやはりあの県民の負担軽減というかというよりも米軍の機能を維持するという、まあ、そこに重点が置かれているというところですよね。なんか今回の辺野古の問題でも結局ここに帰るのかなと思っていて、沖縄にある米軍基地はそのまま維持されて軍事的機能が低下しないようにっていうことで面積としては返還するけれども結局軍事的機能は維持されるように新しい基地を作るという、そういう形になってますね。そういうことで米軍の不利益にならないよっていうことですよね。で現状実は去年の年末に返還式がこの辺行われて、これが半分ぐらい面積でいうと返ってきています。ここの訓練場が北部訓練場ですね、で、その結果今まで 74% でしたっけ、日本にある米軍基地の 74% を沖縄が引き受けていたのが 70% ぐらいまで下がりました。下がったって言うんでしょうか、まあ、3-4% 減ったっちゅうだけなんだけど、しかも、まあ、この番組ではね何回も言いましたけど、その北部訓練場っていうのはほとんど人がいないところで、まあ、戻されてもねすぐ何かに使えるっていうような土地ではないわけですよね。だから米軍自体がこれ使いようがないから戻すよっていうようなそういう土地なわけですよ。でしかもそれのその見返りに高江にヘリパッドを、オスプレイ用のヘリパッドを6箇所に作ろうということで、まあ戻してはくれたけれども、それが本当に沖縄のためにを思って戻したのかって言ったらそうじゃないだろうっていうふうに、そうね、だから、あのここに高江のヘリパッドができたわけですけど、その結果辺野古、辺野古ですね、辺野古に新しい基地ができるということになると、こことここと伊江島ですか、どこか、この三角形を動き回りながら海兵隊の訓練は可能になるということになりますよね。どうですかね。まあそうですね、まあ、あのこういう、こう海にもこう訓練区域がありますし、もう行ってもこの辺はもう縦横無尽にこう動き回るということですよね。ここも訓練場です、あんまり軽減されない、なかなか、だから機能が維持されてますからね米軍の、だからこの嘉手納より南がまあ返還されるっていうふうにはこう今の計画でなってるんですが、代わりにこのどんどんこう集約されますから、そうすると全体で見ると、沖縄だけで見ると果たして負担軽減になってるのかというところです、あとこの本島のこのど真ん中のあたりに基地が集中していて、その結果あの一番大事なところの経済発展が、そうなんですよ ね、だから東京で言ってみれば、皇居がそのまま基地、米軍の基地にされてるようなもんなんですよ実は、一番ど真ん中の一番いい土地を取られちゃってるってことだから、そうですね。でこれももう何度も出している図なのでパッといきますが、もう嘉手納基地一つに本土の主要基地は入ってしまうという、こういうことです。で、オスプレイも来ていて機能強化はされていて、街中の基地であることには全然変わりがない。で沖縄はこれからどうなるんでしょうかね、復帰してきて45年この先、まああの基地負担軽減を求めるっていうのはまあそうなんですけれども、やはりこう経済振興というのも同時にやらないといけませんから、まあ、そこもどうするかっていうところですよね。これ見ると面白いですよね。とにかく製造業が少ないすごく、やっぱ島嶼圏というのもありますからね、なかなか物流するのにもコストがかかって大変だっていうところが、だから沖縄で物を作っても市場に出すまでにそのお金がかかってしまうというので、なかなか製造業、やっぱりね海を渡って動かすわけだからね、とても費用はかかりますよね普通のあれから考えたらね。やっぱり観光立県なんですか、やっぱり観光が大きな柱になってくるという、確かに
これを見ていただくと、一つはあのもうほとんどそういう人いないんじゃないかと、基地で食べてるっていう人はいないんじゃないかと思うんだけど、時々いるね、うん、今あの基地の収入というのはこの全体の県の経済からいうと 5% ぐらいのところです。でこれに対して観光収入の方はだんだん増えてきていますというのがこの図で、その次を見ても観光客数はすごいですね。どんどん増えてますね、うん、過去最高をもう更新し続けてるという。そうですね、近年はですね、うん、しかも外国から来る人、この外国から来る方が結構多くて、うん、これちょっとこれとぴったんこ合うかどうかわからないんですけども、まあその来る人たちっていうのは、まあ、大体もうこうアジア圏ですよね、台湾、うん、韓国、中国、香港っていうところがもうほとんどっていう、うん、まあ多いですよね。国際通りなんか歩いてると本当に日本語よりも外国の方がいっぱい聞かれるみたいな感じですもんね。で県としてはやっぱりこういう人たちをさらに受け入れてお金を落としてもらうってことを考えてるの。そうですね、はい、うん、なんであの人数としてはもうどんどん右肩上がりで上がってるんですけど、うん、まあ、量よりも今回質をが課題になってますね、うん、宿泊施設とかどうなんですか。宿泊施設も、まあ、あの足りないので今どんどん作るホテルがもうできてますけども、うん、いかにこう滞在してもらって、うん、でお金を落としてもらうかっていう、豪華クルーズ船ってやつが時々来るじゃないですか。であれでもほとんど泊まらないで、何時間か1日ぐらいこう、うん、街へ出て、それまた行っちゃうわけでしょ。そうなんです。それも、うん、数字としてカウントされるわけですからね、うん、あれじゃああんまりね、その観光収入には結びつかないと思うんだよね、うん、どういうことを求めてくるのかな。こう見るとあの台湾の人はちょっと横ばいになってるんだけど、韓国とか中国とかっていうのがすごく今増えてるとね、うん、この人たちは 何に沖縄の何に惹かれてくるのかしら。まあ、まずはリゾート を求めてくるというのもありますし、あとはこうショッピングですよね。うーん、まあ、いいんですかショッピングは。まあ、いいというか、まあ、だからその辺 あの満足度をいかに高めるかというところですよね。あの一回来てはいいものの、なかなか満足感が得られず帰ってしまったら、なかなかリピーターがない。リピーターかね、リピーターね。どうしたらいいの、こうさん。やっぱりね、あの行って楽しいっていう思い出をうまく作らないとどうしようもないと思うんで、うんうん、そういう意味では僕はやっぱり開発のやり方がかなり問題なんだろうと思うんですよ、うん、例えばリゾートなんかでも、うん、どんどんあのなんていうの、本当に綺麗な浜辺がねなくなってる感じがするんですよね、うんうん、だからせっかく来てもらったらもらったのに、その、あの海の面白さとか楽しさをあんまりこう、やっぱり沖縄行ったら海で泳ぎたいなと僕なんか思うんですけど、白い浜と青い海っていうのはやっぱり売りでしょ、うん、そうですね、うん、まあ、それの一つの原因やっぱりいいところを米軍に抑えられてるっていうことはありますけどね、うん、確かにね、米軍もだっていいビーチ持ってますよね。持ってますね一番いいとこ持ってるからね、そうだって、それこそ辺野古なんか行くと、うん、囲われたビーチの中で米兵たちがバレーボールやってたり遊んでるもんね、海水浴したりして、うんうん、こっちであれでしょ、カヌーで揉めてる時に、そうそうそう、なんかムッとするってね、あんてるとねそう、どう、あの沖縄タイムス記者としては沖縄の今後の発展はどのあたりに軸足を置いて、やっぱりこう観光の、まあ、人数もそうですけど、やはり質をですね、うん、どう高めていくかっていう、うん、だから、まあ、細かい話ですけど、例えばあの沖縄に来てレンタカーを借りる際にも何時間も待ってそれから借りるとか、うんうん、そういうあのところ改善していこうという動きも出てますから、うん、やはり満足度をいかに高めて、うん、消費意欲をかきたてるかっていうところじゃないかなと思うんですけどね、リピーターを増やして、そうですね、そうね、沖縄でレンタカー借りるの結構面倒くさいんですよね。そうなの、知らなかった。というので、あの最後にここに出てきているのは、これは沖縄県の県知事室にある屏風、うん、万国診療の紙に、書かれているこれあれですね、文言ですね、うん、どういう意味、
まあ、万国診療っていうのは世界の架け橋になるという、そういう意味ですから、まあ、東アジアの真ん中にあるという沖縄で、各国とこう交流をして、で発展していこうと、かつてもそういう理念で国づくりしていたわけですから、沖縄県もそれに習って、行こうという、こう思いですね。琉球国だった頃から、琉球王国だった頃からそういう意識っていうかがあったわけですよね。まあそれを生かして発展したいですよね。そうですね、というのが5月号の締めとなります、はい。6月は何といってももう慰霊の日ですよね。これの話題を中心に来月はお届けしたいと思います。どうもありがとうございました。どうもお疲れ様でした。